これはあの大輔のあの第1号機です。第1号機なんだ。これから始まりました。あ、大輔くんこれから始まった。これから。そうか。これから発動機人生始まっちゃった。これがあの大輔のあのおじいさんが使ってて。あ、そうなんだ。女房のうちの実家に。ああ、そうか。入ってたやつを。これから始まる。これが放浪のやつももあるんだ。ありますね。へえ。やっぱだから時代によって違うんだね。ですよね。これ部品関係もちょっとずつ違うとこもあるのかな。そうですね。違う。まあポンプとノズルは同じだろうけどね。そうです。そうです。こういうのはなかったり。古式があるのとないのがあります。あ、これがね、これがついてるついてないがあるんだ。もあります。おお。これなんか綺麗だけど。塗ったのかな。耐熱のスプレー塗ったんだ。やりますね。じゃあまたこれも指導していただきましょう、はい、このね指導をね楽しみにしてくれるんだよ。